クラウン銀貨とは、イギリスの旧通貨制度における、ゴシリングに相当する銀貨の名称である。直径 38mm、重量 28.2759g、銀純度92.5%のスターリングシルバー。イギリスが、現在のような重新法の通貨制度を取り入れる1971年まで流通していた、この銀貨は1551年。 エドワード6世の時代に初めて発行された。クラウンという貨幣単位はそれ以前にも存在したがその時代は金貨として発行された。1526年ヘンリーパッセイの懐中により登場したクラウン・オブ・ダブル・ローズ金貨がゴシリングとされたのに端を発する。発行当初のクラウン銀貨はハンマーコインであり、現在のような本格的な鋳造コインとしては、 1658年発行のオリバー・クロムウェルの肖像を描いたものが最初とされている。以後歴代の君主が刻まれ、1901年まで流通用として発行されたが、サイズが大きく、重量も重いため日常の使用には不便であり、1902年、エドワード7世の体感記念として発行されて、以降は国家的な行事を記念しての発行となった。 ジョージ5世の時代に一時期再度流通用に発行されたがこれを最後に流通化としての発行は行われていない。このクラウン銀貨は大型で見栄えがするため、コイン収集家の間では人気が高く、特に1847年にビクトリア女王即位10周年記念として発行されたクラウン銀貨はブラックレターによる明治が採用されたため、ゴチッククラウンと言われ、 世界で最も美しい銀貨との評判が高い。1920年にイギリス銀貨はそのヒーミーが925から500に引き下げられたため、ジョージ5世とジョージ6世のクラウン銀貨はスターリングシルバーではない。また、1951年以降は白銅貨となって、額面表示もファイブシリングスとなった。先に述べた通り、 クラウン銀貨の歴史は1551年に遡るが英国が金本位制を採用した1816年以降に鋳造発行されたクラウン効果には次の各種類がある。1971年デシマル制度以降は25ペンス効果としてクラウンと同じ仕様の記念効果が鋳造されている。これには通常の白銅貨の他に コレクター向けのプルーフ仕上げのスターリングシルバー製効果も鋳造されている。イギリス本国以外の英連邦や植民地でも本国と同じ通貨制度を採用していた国ではクラウン銀貨が発行された経緯がある。ニュージーランドで1935年に発行されたワイタギ条約の記念クラウンや南ローデシアで1953年に発行されたセシルローズ記念のクラウンは その代表的なもので希少価値も高い。重心法制度に交互は25ペンス効果としてこのサイズの記念コインが発行されたが、これも含めてクラウンと呼ぶことが多い。コイン収集の世界では大型銀貨の代名詞としてクラウンという言葉が用いられている。クラウン銀貨の図案は当初は紋章が多かったが、常時賛成の時代に、 セントジョージが竜を退治している図案が採用され、以後この図案がクラウン銀貨の代表的な図案になったことはソブリン金貨と同様である。クラウン銀貨と並行して西リング緑ペンスに相当する半クラウン銀貨も長期にわたって鋳造され流通した。ありがとうございます。